ミルキーです。そしてちゃまるでーす。落ち着きますよということでね、今日はですね、昨日ね、ちゃまるさんが半年に1回受けている脳波の検査に行ってきたので、そちらのね、報告動画を撮っていきたいというふうに思いますということで、ちゃまるね、3歳1ヶ月になりまして、半年に1回ね、ウエスト症候群が再発していないか、まあ、また他のね、転換に移行していないかっていうのをね、一応検査をしてもらっていまして、それがね、昨日行ってきまして、ね、ちゃまるさん、昨日はね、10時からの一応予約を取って病院に行ったんですけど、10時にね、まず着きまして、いつもね、あの、まあ、朝ということもあって、あのすぐね、やっぱり子供って寝れないので、睡眠導入剤みたいな、まあ、睡眠剤をね、シロップ状のなんかオレンジっぽいようなシロップのものをね、飲んで、その後ね、まあ、親が寝かしつけて、で、その後検査がね、始まるんですけど、昨日ね、ちゃんまるさんはね、まあ、午前中ということもあってなかなか寝ず、寝かしつけにね、40分ぐらいかかってやっと寝てくれて、その後ね、検査が始まりました。で、その前回ね、前に行った時は15分ぐらいの検査で結構短くてすぐ終わったなっていうイメージだったんですけど、今回はね、検査に50分ぐらいトータルで全部脳波取ってもらったのは、50分間ね、脳波を取ってもらって、まあ半年に1回になったので、多分スパンがね、半年空いてるからなのかなと個人的には思ったんですけど、まあ50分ね、とりあえずその脳波のね、検査を受けて、昨日はそのままね、帰ってきました。で、特にね、まあ見てた感じは異常はないかなっていう、ピクって動いたりとかはしてなかったかなっていうふうに思うんですけど、まあ結果を見てみないとね、ちょっとまあ詳しくはわからないんですが、いつもね、10分ぐらい脳波を普通にあの取って、その後ね、なんかライトが上に、頭の上に置いてあるんですけど、ライトがこうね、点滅する時間がだいたい3、4分ぐらいあって、まあ最初はね、ピカピカピカってゆっくりなライトなんですけど、それがね、徐々にピカ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 って感じで、あの早くね、ライトが点滅したりとかっていう感じになってきて、まあそのライト点滅の時間が大体3、4分ぐらいだったかなっていうふうに思います。でね、まあ詳しくね、あのもしどういう感じかっていう内容が知りたいっていう方はね、ブログの方にあの細かくね、あの時系列をもとにちゃんと時間とかもね、詳しく書いていこうと思うので、ぜひね、詳しくどんな感じの検査を受けたか知りたいという方はね、ぜひブログの方も一緒にご覧ください。ということで、ちゃんまるはね、昨日ね、50分の脳波検査を終えて帰ってきて、まあ一応検査結果がね、2週間後にまたね、出るということなので、ちゃんまるベタベタしてるか触んないでよということなので、またね、まあ2週間後にね、またどうだったかっていう報告のね、動画がね、撮れたらいいなというふうに思います。まあ何もなければね、それに越したことはないんですけど、まあ万が一何かあったとしてもね、早めに見つかることがやっぱり大事だと思うのでね、たまに何もないといいね。またね、2週間後にね、報告動画を上げていきたいなというふうに思います。ということで、以上、今日はおひげにご飯粒がついてますよ、おひげさんになってますよ、取れましたよ、ボンということでね、納豆を上手に食べてるちゃまるくんとお伝えしました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ちゃまる、皆さんまたね、バイバーイ、バイバーイバイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録がまだお済みでないという方はこちらから、ちゃんまるとちびまるの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、ぜひぜひご登録お願いします。そして Twitter 気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひ Twitter もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんまたねー。ちゃんまるバイバイ。